けて、うん、あとはここからはお願いしていい、ここだけ言いたい。皆様こんばんは。あ、オッケー。なんか当番組はからこっち。は？当番組はからこっち。そうそう。お願い。行ってみたい。今度の英語を信じてるの？ひでえこと言うな。いや、意外ね。喋れないよ。もう中央生レベルだよ。そうそうそう。え、なになに？はーい、お時間バレしようか。はい、3、2、1、5。怖いな、このディレクター撮ります。はい、はい、チーズ。 OK です。はい、皆さんこんばんは。今夜も数あるラジオ番組から FM ギノワン飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はカリウシエア提供による航空系情報エンタメ番組です。ごめんなさい、ちょっと普段と違うやり方をやってしまったらなんかすごくね、違和感はあるけどね。違和感あってちょっと笑ってしまった。でもね、行ってみたかった。はい、申し訳ないです。はい、では気を取り直しまして、今夜の36便のフライトアテンダントは私、近藤とアシスタントの鈴とミキサーの翔也です。はい、本日のテーマはですね、未来の航空機と題しまして、今研究されている、将来の飛行機のこととか、あとリスナーの皆さんが、思い浮かべる、将来の航空機や、あとエアラインのサービスとかですね、こういったサービスが、欲しいとか、そういったものとかいろいろ、コメントやメールお待ちしております。ただいまのギノワン市の天候は雨、気温は26度との報告を受けております。わずかなひとときではございますが、今夜も飛行機、空のお話をお楽しみください。飛行機アイランドではお客様からの番組へのメッセージやツイキャスへのコメントを受け付けています。宛先はアイランドアットマーク fmginoman.com、 アイランドアットマーク fmginoman.com です。飛行機アイランドは空撮をもっと身近に、ノカリウシエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい、そうですね、すいません、今日はちょっと冒頭から、そうだね、吹き出してしまいましたから。おやっぱ狂います。お狂います。いや、でも慣れかなとは思うんだけど、ね、そうだね。いや、でも最初みんなそうかもね。うん、やっぱりなんか違和感あるね。違うよ、多分すずちゃんがその最初冒頭挨拶行った後に、うん、なんかで俺が言い出した時になんかちょっとすごく笑ってたね。笑ってた、多分それが伝染したんだよ。う、自分で言っててもおかしかったもんね。まあ多分慣れだ、たまにはいいよね。じゃあ次回も、はい、ちょっとやってみます。そうそう、で、うん、ちょっと飛行機と全く関係ない話なんですけど、はい、ですね、今日は久々に半年ぶりぐらいにちょっと献血行ってきまして、うんうん、くも字の献血ルーム、はい、で、もう僕は
基本お任せで、うんうん、あのセンターのお任せ、お任せ、献血ルーム行ってさ、向こうから、400ミリしますか、それとも成分献血しますかって言われるんだけど、うん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 、あのもう必要な方でって言って、うん、あじゃあ成分献血でお願いしますみたいな、うんうん、お任せっていうほどメニューないよね、はっきり言うけどまあね、普通に男性だから400の方がいいんじゃない、そう400全血か、うん、あの成分かしかないんだけど、うん、全血は楽で時間もかからないから、うん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 、だけど成分献血はちょっときつい、勝手に取る、何が勝手に取る、何勝手に取る、勝手に血を勝手に取れって、はい、取ればいいさ言ってくだ、はい、って、うん、あどうぞ自己自勝手に取ればいいさって2回私もよく行きますよ、献血。あ、そうなの、うん、2年ぐらい行ってないけど最近は、うん、いやなんかね、あの沖縄は結構その献血、うんうん、血が足りないらしくて、そうなんだ、足りない血をその外から持ってきてるらしいのね、もらってるらしいから、まあやっぱりあの外から持ってこようと思ったらそれだけあのコストもかかるじゃん、うん、なので、まあ、皆さん献血行けるとき行きましょうねって、那覇市役所前のあのくもじ献血ルームってのがあるんだけど、うん、あそこすごい綺麗なので、もともとはあのパレットくもじの、そうだ ね、確かなんかすごい1階の方にあったんですけど、うん、移転して、うん、移転して、まあ、移転する前は僕知らないけど、あのものすごくとにかくすごい綺麗なので、うんうん、で駐車場代も、ちゃんともらえるし、うん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 、で飲み放題、お菓子もあるしみたいな、うん、でたま、あお土産は最近もらえなかったな、あちょ前はお土産があったんだよ、そうついこの間までそうあのそう成分献血したらあの、うん、歯磨き粉とあの歯ブラシもらえた、洗剤とか洗剤もらえてた、今回なかったけど、そうこの前なんか記念品みたいなものももらったかも、あのあもらった最後に、うん、10回目でなんかおチョコもらった、うんうんうん、っていう感じなので、私ももらったって、はい、私がもらった、なんかディレクターがなんかあのもらったとか言ってますけど、うん、そんな感じであのちょっと、皆さんあのお時間ある方は、ぜひあの、うん、くもじの方献血の方ですね、行ってみてください、はい、ツイキャスの方皆さんも早速コメント入ってきてますね、ありがとうございます、アルファウィングさん、でクーウィンジゴさんからなんかお茶とかケーキが たくさんもう来てます、うんうん、で味噌煮込みスキーさんが、登場系と来れました、こんばんはということで来てますね、はい、それではまずは、いつもの、航空ニュースのアクセスランキングからいきましょうかね、あらあらあら、資料がどこ行ったっていうのか、ん？あ、これ違う、ない、これにはないよ、あらどこやったかな、これみたい、あそれだ私が撮ってた、あなたが撮ってる、あ全部じゃんこれ大丈夫です、はい、では今週1週間の航空ニュースアクセスランキングです、フライチームさんからですね、1位が、冷戦、22型、レッドブルエアレースの披露を断念アメリカへ、なんか先週ですね、レッドブルエアレース、うん、というのが、千葉市幕張でありまして、でそこに、ちょっとサプライズで、昔の旧海軍の零式艦上戦闘機ですね、これがあの参加する予定だったみたいなんですけど、まあ、あの途中トラブルがあったみたいで参加断念をしたということみたいですね、それが、うん、と先週、ニュースランキング1位になってます、で、2位が、MRJ と YS11 の国産旅客機が能登空港で初めて並ぶと、で、能登空港どこだっけ、これは能登、能登ってどこだっけ、あの北陸のどっかだったと思うけど、ちょっとどこでしたかねすいません、で、ね、あの最新 の、 あの国産の、ジェット旅客機今開発中ですね、 MRJ と、最初の、国産プロペラの旅客機 YS11 が、まあ、初めて能登空港で並んだというのがあったみたいで、これちょっと見たかったな結構、はい、で、3位アメリカ空軍サンダーバードの F16 ファイティングファルコンも墜落、うん、先週ですね6月2日木曜日、アメリカの、アクロバットチームのサンダーバードの F16 が、ちょっと墜落したみたいなんですけど、これ、記事のタイトルで、持って書いてあった、書いてあるんだけど、うん、
それの前にね、同じ日にアメリカ海軍のアクロバットチームのブルーエンジェルス、これの、FA-18 も墜落してパイロット死亡っていう、うん、なんかね、飛行機事故って結構ね続くのかなみたいなので、このニュースもちょっと5位の方に入ってるんですけど、うん、なくなっちゃったね。そうそうそう、なんかね、で、まあ、なんかこの今日の今週のランキングには載ってないけど、ほら、いつだったかな、今日、昨日、つい最近の ロシアでもなんかまた戦闘機が墜落してたけど、うんうんうん、なんかね、飛行機事故ってちょっと、続いちゃうのでですね、まあ本当気をつけてほしいですけど、うん、はい、ちょっとツイキャスの方のコメントを聞いておきましょうね。半月さん、こんばんは。はい、空人さんですね、今週2回目かな、なんか先週初めてということで、で、浩平さん、こんばんは。今日はミッチーさんは台湾みたいなので参加できないかも。おお、なるほど、今台湾に行かれてるという、休校島さんのこんばんは。で、空人さんから、能登空港石川県ですよということで来てますね、うん、アルファイングさん、MRJ と YS11 の2機並び、うん、もう俺も見てみたかった。やっぱね、飛行機好きな人からしたら見てみたいよ。初めて日本が、まあ、初めてというか、まあ、戦後初の国産旅客機と、まあ、その開発した後にまた新たに作った国産ジェット旅客機が並ぶっていうのはやっぱりなんか感慨深いものがあるさ、うん、同じぐらいの時にできたんですかこの。いやいや全然そんなことない、うん、もう何十年も時を経てるんだけどね。へえ、まあ、もちろん今旅客機としては使ってなくて、うん、他の自衛隊とか海上保安庁とかが、海上保安庁の方はもう退役してたかな、どっかがまだ使ってたんだけどという感じですね、うん、じゃあちょっとニュースの方続きいきましょうね、6位、エミレーツの客室乗務、剛速球でドジャースタジアムを沸かす、これ先週ありましたね、7位、ユナイテッド航空12月から国際線ビジネスポラリスにリニューアル、あんましよくわからないから、次へ飛ばす8位、イルクーと、MS21 をロールアウト、年内に初飛行計画、ロシアのイルクートは、6月8日、イルクーツカアビエーションブランドで、MS21 をロールアウトしました、まあ、ロシアの方で、まあ、新型の旅客機 の開発をしてて、うん、でそれがまあ出来上がった。で年内に初飛行を計画してるってことですね。ロシアも結構飛行機ね、うん、作りますね、まあ、昔から結構作ってるんだけど、やっぱりまた最近どんどんね新しいのをまた作ってて、だからね MRJ もね、MRJ のこれライバルになるやつじゃなさそうな気はするけど、なかなか大変だと思いますね日本も、はい、9位ユナイテッド航空サンフランシスコシンガポール線に就航、ですね。で10位がで、これは10位は先ほどの、ブルーエンジェルスの墜落のニュースですね。はい、今週1週間ニュース以上です。うん、で、その中がまあちょっと気になったニュース一つピックアップなんだけど、ただこれは今週のテーマに持ってこうかなというので、うん、人が乗れるドローンみたいな。来た。うん、とうとう。前回話してたやつだ。そう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 。うん、人がとか人が乗ってまあ、ドローンって無人航空機というか自立する無人航空機のこと言うから、うん、人が乗ったらドローンじゃないんじゃないかみたいなのがあるんだけど、まあ、それは置いといて、これは、まあ、また後でね、うん、てか今日はなんか普天間基地のヘリコプターがえらいにぎやか、うん、飛んでますね、音が響くね、うん、はい、じゃあちょっと曲の方、曲と CM、一度行きましょうね、よろしくお願いします。暑いな、寒いな、これは暑い、こっちに変わろう、
家用ジェットで金110キロ密輸、那覇空港6人帯。密輸？うん。日本人？いや、ああ日本人だね。日本人だね。絶対。東京指定暴力団稲川会系組幹部の男。沖縄に来たの？沖縄から那覇空港に密輸にしようとした。すごいね。こういうなんか漫画みたいなことがあるの。半分ぐらいで CM で大丈夫です。はい、先ほどお届けした曲は、フランク・プルッセル・グランド・オーケストラから、夢の飛行、コンコルド夢の飛行という曲でした、はい、お聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。番組ではお客様からのメールを受け付けています。宛先はアイランドアットマーク FMギノワン.com です。はい、そうですね、本日の、番組テーマは、未来の航空機、ということになっておりまして、リスナーさんが、思い描く、将来の航空機とか、エアラインのサービスとか、そういったものとかも、どんどん、メールやコメントお寄せください。それに合わせての作曲だったんだけどね、なんかコンコルドが夢の飛行機、もうすでに未来じゃなくて過去の飛行機になっちゃってるんだけど、コンコルドって超音速飛行旅客機は知ってる？知ってる？知ってる？はい。うん、で、当時は多分夢の超音速機。鼻かんだ。鼻？鼻。なんかうつるずるじゃない？いえ。はい。でそれにちなんださっき の曲だったみたいなんだけど、なんだっけ横槍入ってくるから違うちょっとさ鼻光ってたよ光ってたいやいやちょっと無視しようと思ったんだけどさ無視してよごめん言っちゃったいやいや別に鼻水、ね、ラジオ聞いてる人はちょっとわからなかったけど、ちょっとね今鼻水が出そうだったんそう、はい、ごめんなさい突っ込んでしまった戻りましょう今日ね、なんかね、暑いって言ってたよね、さっきね いつもとちょっとその調子がなんかすごい来るんだねまずこのスタジオの中が暑いし、スーちゃんがスーちゃんで冒頭からやらかしてくれるしでさっきから普天間 のヘリコプターがうるさいしやたらねやたら珍しいねこんなにちょっと邪魔してるねはい、はい、アルファウィングさん、コンコルド写真だけ見たことあるもの実機見ることなく引退されたって、これフランス行ったら見れるのかな実機はあるのうんっていうことみたいなんですけど、うん、そうで、未来の航空機ということで、ちょっといろいろ僕の方も資料調べてみ集めてみたんですけど、その中で、ね、1個ね JAXA、JAXA虫がいっぱいいるね、本当だ。
JAXA の、 あの機関誌の中に、まあ、そういった、まあ、未来の航空機というちょうど本当そのものズバリな、テーマの記事があって、うんうん、でその中にいろいろ紹介されて、まあ、やっぱ、なんだろうな、まあ、鍵になるのはやっぱエンジンとか、あと、うん、ね、軽量さとかもじゃない、うん、ね、で、未来 の、 あの航空機、まあ、大体大きく分けたら今2つ流れがあって、あの、はい、超音速での飛行、うんうんうん、もしくは、はい、あとは、滑走路不要の、うん、まあ、要はヘリコプターで、あの、垂直離着陸してさらに高速で移動できるようなものみたいな感じで、まあ、その2つがあって、で、まあ、そうですね、まずこっちの、滑走路にいらない夢の航空機、次世代 VTOL 機技術の可能性を探るという、まあ、そういったのがあって、そこにあのオスプレイも出てきてるんですよ、うんうん、あの垂直離着陸で、時間を短縮するって言ったら、まあ、今、実用がされているのが、あの多分今上も飛んでるやつだろうな、あの、うんうんうん、V22 オスプレイですね、はい、まあ、これティルトローターというやつなんだけど、 JAXA の方で今同じようなものを開発中というか、これは計画中なのかな、ティルトウィングっていうやつをあの考えてるらしくて、うん、オスプレイみたいな形なんですか。そうそう、オスプレイは、まあ、ティルトローターっていうやつなんだけど、うん、JAXA の方で考えてるのはあのティルトウィングって言って、オスプレイはあの、まあ、羽はそのままなんだけど、うんうんうん、羽はそのままでローター、うん、あのほらプロペラ回転する部分だけが動くんだけど、うんうん、JAXA が考えてるティルトウィングっていうのは翼ごと動く、回る、うん、へ、なんかあの翼が、翼とローターがそのまま向きが変わるようになってるやつですね。でこれ、しかもこれが4つついてるプロペラだから、まあ、うんうん、羽は2つみたいなのをなんか考えてるみたいで、これはいつ頃できるのかな、うん、ちょっとそこまでまだ書いてはないんだけど、うん、あのでもこういうのができるとさ、ほら沖縄結構島が多いけど、うん、あの滑走路作れないような島とかにも移動できるっていう、うん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 、でヘリコプターってさ、あんまり長距離移動できないんだよ、うん、あと速度も遅い、うん、せいぜい200キロぐらい、うん、あれはもう、どうしても仕組み上それぐらいしか速度が出ないから、うん、ヘリだとね、うん、結構飛べるし、あ、いや、そう、あ、そうでもないの、ヘリコプターが逆に飛べないんだよ、ヘリコプターの方が飛べないの。そう、ヘリコプターは、速度が遅い上に、まあ、あと距離も稼げないから。あ、そうなんだ、うん、せいぜい200キロ、私飛べると思ってた。新幹線より結構ね、いけそうなイメージは、うん、そうそうそう、うん、逆になんかそんなに重くないしさ、うん、遅いけど飛べそうなイメージがある、うん、早い分他のあれは、うん、早い分燃料消費が早くてそんなにかなと思ってたんですけど、そうでも、うん、逆なんですね、うん、うん、まあ、で実際ヘリコプターはそんなに速くない、あの一回ね新幹線とね、速さ競ってる番組があった。何だったかね、なんかわからない、テレビ番組で、あのその東京からその東北新幹線、うん、東北新幹線とその速度競うやつがあって、うんうんうん、ちょうどまあその時はあの追いか向かい風じゃなかったからなんとか勝てたみたいな感じだった気がしたんだけど、うん、ね、はい、追加その方のコメントで、アルファウィングさんから、ティルトウィング初めて聞いたかもということで、そうですね、でなんかティルトウィング型の、飛行機だったらなんかアニメですでにも出てきてたりするんですけどね、あの広角機動隊というものに確かあの出てきてます、うん、分からんね、なかなか分からんね、分からんね、多分知ってる人が多分誰もいない、うん、はい、空軍一号さんから MD12 型は A38、 ああそう、そんなものが確か、うんうん、あのね旅客機の中でマクドネル・ダグラスかっていう、まあ、昔そういう飛行機メーカーがあって、うんうんうん、MD11 っていうのがあったの、うーんっていう飛行機まで作ってたんだけど、ね、はい、その後またさらに大型機なんか予定してみたいなんだけど、まあ、それは結局エアバスの A380 に化けたみたいな感じなのかなという、で、ツイキャスで、カエルさん、こんばんはって来てますね、どうもありがとうございます。うはい、で、まあ、JAXA の方からはっていうか、なんだろう、
まあ、ちょっとこれあの未来の航空機の話とはずれるんだけど、うん、あの結構、まあ、オスプレイのこといろいろ欠陥機なんだ言われてるけど、 JAXA の方では別に全然そんなことそんな感じのことは書いてないんだよね、うん、普通にこういう、まあ、VTOL 機とかっていうのは、まあ、滑走路にない夢の航空機ということで、うん、いろいろ検討されてますよみたいな。便利ですね、うん、これは多分すごい便利、うん、いいと思います。今後ね、うん、てかあの JAXA 以外でも実際あの人が普通に一般 の、 あのお客さんを乗せて移動するようなティルトローターとかでも、うん、もう作ってるの実は。で実際そのオスプレイ作ってたメーカーが、うんうんうん、まあ、旅客機みたいな形を、うん、作ってるの。へえ。今開発中。結構ね、何も言えなくなるね、うん、オスプレイ便利な。まあね。まあね。さまざまね。感じだね。うん、そういやなんかさっきあのすずちゃんも。あの調べてきたやつがあったとか。未来の飛行機、うん、うん、調べた。結構ねすごいなと思って一目惚れしてしまったやつがあります、うん、調べてて、うんうん、エクシオン、エクシオン、エクシオンじゃない、エクシオンじゃない、エクシオンだ、エクシオン、エクシオン、エクシオンは俺はあのこれ調べたけど特にちょっとあの自分が調べた範囲では出てこなかったんだけどね、うんうんうん、あのね、さっき見たらすごいかっこよかった。そうそう、うん、イクシオンね、こっちでも調べたら出てくるんじゃない、出ると思う、うん、うん、かっこいいよね結構ね、なんか、今の飛行機の形と変わらずだけど、うん、なんだっけこのモーター、うん、モーターの部分が上にくっついてて羽が結構軽量な感じに。あ、でもこれね、エンジンが上に後部についてるっていうのはあのこういう形はある、もともと変わらない、あるんだ、ある、ホンダジェット、あ、ホンダジェット違う、ホンダジェットこれじゃなかった、いやでもあのケツについてるのもあるよ。あ、そうなんだ、うん、へえ。でもこれはこれどこだっけ、会社がフランスですね、うん、テクニコンデザインフランスっていう会社が、うん、作ってる次世代飛行機イクシオンっていうのがあって、で窓を取り払うことで機体の軽量化と構造の簡素化、さらに客室インテリアのデザインの可能性を広げられるというっていうのが、作ってるみたいで、うんうんうん、で同じようなもので、アメリカの方でもなんかスパイクエアロスペースという会社が次世代ジェット機、スパイク S512 っていうものをなんか作ってるみたいですね、うん、これも本当窓がないというか、ね、これも似たような形で、うん、ちょっと違うの、うん、ちょっと違うのが高速ですね、うん、そうだね、速度かな、だいぶ速度が速いと、うん、だからなんかあの次世代の旅客機なんかいろいろ調べてたら、うん、窓がないやつが多いね、多い多い、うん、で窓がない代わりにその、まあ、カメラとかでの、うんうん、あの映した外の映像を、うん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 、まあ、室内に映すみたいな、うん、っていうちょっとなんか風情がないかもしれないかなっていう感じだけど、うん、でなんかあまり室内もそんなに飾りがないので、うん、シンプルだけど、まあ、ちょっと華やかにもできる、映像で華やかにできるっていう感じの内装なんですね、うんうん、社長室みたいな感じ、ね、ああそういうのとは違う、乗ったことがないからわかんないけど、イメージがね、そうそうそう、写真で見る限り、うん、なんかイメージ的にドラえもんで出てきそうじゃない出てくるねで、ちょっとあの話の流れ変わって、ツイキャスの方でですね、空軍1号さんから、全天候型に、安全に着陸できる飛行機があればって、台風時でも降りられるとか、ただ出張組が泣くかもねっていうことで、うん、そうね、沖縄とかだったらさ、本当台風の時に降りれなく飛行機とか結構いるから、うん、那覇空港の前でくる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 本当2回か3回ぐらい着陸試みて結局帰っていくみたいなとかあったりする、うん、これ結構辛いですね、うん、ですね、カエルさん、台風の時乗ると揺れるから、そう、まあ揺れない飛行機はちょっと難しいかもしれないけど、うん、風の抵抗を抑えることはできるかもしれないですね、そういうのは多分できるだろうけどね、うんうん、まあ、それで台風の時とかでももっと安全に着陸できる、うんうんうん、ただそうするとそう出張組が泣くっていうのがあって、要は台風がとかで飛行機欠航したら合法的にお仕事お休みできるみたいなうんうん、うん、ことがちょっとできなくなる、よくあるんでしょそう、あれでしょ、出張先で、まあ、とか沖縄とか来て、うん、沖縄とか北海道とか行って、すいません、
台風で欠航しました、大雪で欠航しましたって、で心の中でラッキーって、うん、仕方ないな的な、まあ、でも今の時代だったらね、ネットで、うん、あのそのままパソコンで仕事しろとかってなりそうだけど、うん、感じですね。空軍ちこさん、地方空港は視界悪ければ降りれないで、今日、石川のフライトはさすがにやばかったって、そう、あの空港のその設備によっては、ちょっとでも気象条件悪かったら、うんうん、飛行機って降りれないんですよ。うん、那覇空港、なんだかな、あの安全に降りるための設備っていろいろあって、うん、結構あの大都市の空港だったらいい設備置いてあるんだけど、本当田舎の空港だとそんなも置いてないから、もう天気悪くなったら諦めるしかないと、うん、いう感じなんだよね。だからまあそれが飛行機単体で降りれるようになればみたいなのがいますね。うん、今日はなんか本当さっきからプロペラ機が、うん、すごいですね。4周ぐらいしてない、多分なんかこれあれか、あのコブラかな、オスプレイとは音が違うよ。オスプレイじゃないね、これ、うん、最初はオスプレイだったんじゃないかもしれない、うん、今飛んでるのはあの音が違う、多分、コブラ、コブラっていうあの攻撃ヘリ、うん、多分あれが結構ぐる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 回ってるからかもしれない、うん、さすがに俺そこまで音で分かんないからはい、まあ、ちょっと、いろいろと次世代の旅客機っていうのがあるんだけど、うん、そう、まあ、超音速と、垂直離着陸の他に、あとは、まあ、はなんだろう、それ以外で、未来の航空機、あのエンジンというか動力で、うん、あの太陽光で飛ぶ飛行機っていうのがあるんだよね、うんうんうん、でこれ今ちょっと実際に あるんだけど、ソーラーインパルス2っていうやつ、以前、番組でもなんかニュースで紹介したかな、したような気がする。ソーラーインパルス、うん、ソーラーの件はなんか言ってたような気はしますけど、そうそう、確か名古屋空港に途中で降りたんだけど、羽に太陽光パネルがついてて、うん、でそれで太陽光で発電して、でそれで飛ぶっていうような、うん、結構重くないんですかね。重く、あ、でも総重量、まあ、2.3 トンで書いてあるね、うん、で翼の幅が72メートルで長、結構でかいよ、うん、でかいね、うん、そうだね、あ、なんだろう、本体っていうか、うん、この横の幅はそんなにないような気がするんですけど、羽が、よ、そう、あ、そうそうそう、羽の長さは長いが長いよね、うん、横はこう胴体よりね、だからさっき言った、巨大機 のエアバス A380 よりも、うんうん、ちょっと小さいぐらいっていうことは、だからその巨大機並みの大きさがあるってことだね。うん、うん、あ、で今、ツイキャスコメント来てるけど、カエルさんからハワイでバカンスしてたねって。うん、多分確か天候が悪かったとかちょっと理由忘れたけど、うん、名古屋、日本に名古屋に立ち寄った後にハワイに行って、でハワイでもちょっとしばらく滞在してたみたいなんですけどね。駐機料が車より安かった。そうなんだ。そうなんだ。まあ軽いからとかかな、駐機料が安いのってよく分かんないけど、重さ、え、うん、重さで、重さ、そうだってそれ普通飛行機とか結構重たい、まあその重さによって、うん、あ、飛行機重さ、バッテリーの損傷、あ、そうだね、バッテリーの損傷でハワイで停止することになったって書いてあるね。まあ、でもこれは将来は本当、なんだっけ、まあ、今みたいにその、うんうん、化石燃料とかを使わずに、うんうんうん、飛ぶ飛行機とか出てくるかもしれないね。さすがに超音速機は無理だろうけど、あれも出るんじゃない、なんかテレビでやってたけど、うん、いらない捨てる油、あ、捨てる油で走るなんか番組で、はいね、はい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 、車が。あるよね、ブラジルかどっか、うん、違うかな、あれブラジルは多分なんか植物油とかじゃない、あ、でしたっけ、うん、サトウキビかなんかの、そういうので、うん、飛ぶやつも出てきそうじゃないですか、うん、そう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 、車が動けるぐらいだからね、うんうんうん、ちなみにツイキャスコメントで、半越さんから、音で飛行機分かるのすごいねって来てますね、うん、いや適当です、適当だいたい普段飛んでるやつから、うん、あ、多分これかなみたいな感じですね、
間違ってたりしてね。いや、その時はごめんなさいね。ね、分かる人が聞いててさ、間違ってる。カエルさんが天ぷら油の再利用って来てますね。で、今、カエルさんの方からツイキャスコメントで、友人ドローンって来てるんですけど、そう、先ほどあった、先ほどちょっと紹介した、人が乗れる、これはドローンっていうのはちょっとどうかな、マルチコプター、ヘリコプターの、その、プロペラローターの部分が複数ついてるやつ、4つついてるんですか、これ、これは4つドローンと一緒で、うん、うんうん、マルチコプターっていうんだけど、それに人が乗れる、うんうん、で、これはただ乗ってる人が操縦するんじゃなくて、完全自動で、動くってことらしい。だからもう人は単に乗るだけ、乗って目的地をセットしたら、あとは勝手に飛んでってくれるってい うーん。だからそういう意味では別に人が操縦するわけじゃないから、別に、ドローンでもいいのかなみたいな感じ。これ燃料は何？燃料、あ、これ電池みたい。電池なんだ。速度は、ドローンと一緒なんですね。そうそう、一緒っていうか、速度は100キロぐらいで、だいたい20分ぐらい飛べるみたいなことが、結構早いですね、20分結構考えて飛ばないと。だから例えば都市の中とかでちょっとこう移動するぐらいかなと思うんだけど、沖縄だったら端から端まである程度、20分では、時速100キロで20分で、ああそっか、端から端まで厳しいかな、厳しいんじゃないかな、とこれさ、時間20分じゃないですか、で距離とこの時間を計算して、危ない時はちゃんとこれ多分降りてくる、降りるのと思う、そうしないとも大変だよね、危ないよね、結構ギリギリで、多分那覇から沖縄市ぐらいまで行けるんじゃないかな。あ、これちなみにあと自動操縦もできない、完璧に、あ、そうだから中に乗ってる人は操縦できない。あ、そうなんだ、すごい乗りたい、思った、写真見ててだいぶなんか軽量的なものだし、ね、いいね、これあれ沖縄であれば落ちた時怖いね、まあね、ね、そうだね、それは怖いかも、はい、あ、で、今ツイキャスの方で、先ほどの飛行機の燃料の話でカエルさんから、石垣島のミドリムシから燃料を作る話もって、すごい、ミドリムシここまで、あ、なんかミドリムシから燃料を作った話は聞いたね。へえ、何にでも活用される、ミドリムシ体にいいのにさ、半越さんから海水が燃料かな、これは、海水が燃料ってどういうことだろう、燃料で塩ってこと、分かんない、塩分がなんか知らない、何あれなのかな、であればすごいことになるね、したら海の水結構使える、あってもなくなるかもしれない ね、はい、ちょっとそうですね、一回 CM の方に行きましょうかね、はい、水素水ってきましたね、はい、水素水って水
お聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。はい、本日はですね、未来の航空機ということで、まあ、リスナーの皆さんのコメントを交えつつちょっと、グダグダとやっております。まあ、前半までは、まあ、実際にもう今なんだろう、形として、まあ、ちゃんと人が乗るあの形になるものを、うん、まあ、開発中研究されているものを紹介してきたんだけど、うん、ちょっとここで全体の形じゃないんだけど、その個別個別の、未来の航空機 の、 その研究の要素っていうので、旅客機メーカーのエアバスが結構いろいろ面白い特許を取ってるんですよね。だから面白いとかこんなの実現してほしくないみたいなのがあるんだけど、特に人が乗る座席でエアバスが、これちょっと口で説明するのがなかなか大変なんだけど、エコノミーとかは今よりももっとたくさん人が座れるように、なんだろうな、ちょっと狭そう、なんか立ち乗り、今追加コメントでカエルさんが立ち乗りとかってあるんですけど、以前もこれ話しませんでした？うん、なんか一回なんかやったことあるかな、なんかテレビでやってたかな、うん、こっちだったのかな、いや多分それテレビだと思う、だよね、なんかエアバスの方で、見たことあるかも、エコノミークラスを地獄に落としてると、うんうん、特許みたいなので、わかる、これ口でなんて言ったら、立ち乗りじゃないよ、ちょっとね座席になってて、うん、もたれかけかかるぐらいな、うん、ちょっとねこう本をきれいにまっすぐ立てるんじゃなくて、本だったの本を、うん、ちょっと斜めにして、うん、ちょっと軽く沿われるような形なのかな、あちょっと斜めに、うん、そうそう、もたれての、うん、椅子のこのお尻の部分が3分の1ぐらいな、うん、多分感じだったと思うんだけどね。そうそう、だよね。それだね。まあでもまあ立ちのに近いかな。だから本当にちょっと立ってるけど、まあちょっと一応半分立ってる感じだよね。半分立ってる感じ。うん、これきついよね。きつそうですね。でもこれをだからどれぐらい、やっぱ30分ならいいよぐらいだったら。うん、ただ超音速機とかで30分。あれだよ。うん、他弁ホットモットにあるよ、この椅子。わかる？あ、わかるわかるわかる、うんうん。ホットモットに置いてる椅子。うん、え。置いてる置いてる。ホットモットが採用されてるわけ。いやいや、そういうそんなわけじゃないけど、そう。ホットモットの立ってちょっと座ってるような感じ。あれはもうちょっと座りやすい。あれのきついやつかもね。きついやつね。ハンさん分からんな、その椅子は。カエルさんから中国の LCC が立ち乗りやろうとしてたようなって書いてます。うんうん、マジで。あ、中国だね、そうだね。テレビで見たわ。あ、じゃあこれアルファウィングさんのテレビで見たことありますっていうのは多分それかな、うん、それだな、私もそれです。でもやるなよって思うんだけど、これ実際やってないんですよね、うん、やろうとしたってことは、うん、でも、ね、やりそうだよね、そのうち。確かにやりそうですね。うーん、で、あとまあ、エコノミー客、まあ、やっぱエコノミー席だったら結構、うん、乗ってるの長時間乗るのは辛いから、うんうんうん、なんか仮想現実で解消するみたいな、なんかバーチャルリアリティのヘルメットを、まあ、お客さんかぶせて、うん、まあ、いろいろおもてなしすることで苦痛を和らげるみたいな、うん、やだねこれもちょっと。あとなんだろう、他今ちょっと手元に出してるやつ以外で結構なんかエアバスいろいろと面白いもの作ってるんだよね。座席以外でも飛行機事故したときに、はい、旅客人が乗ってる部分だけをなんかこう切り離せるみたいな、なんかそんなの、そんな特許を確かやってたかな、うん、飛行機を分解する特許みたいな、あ、そうですそうです、うんうん、みそにこみすきさんから、くつろげないって聞いてますけど、そうですね、あれくつろげない。でも、うん、今私たちが乗ってる普通のボーイングとかって、うんうん、やっぱりちょっと空間、うん、横の座ってる時の空間はきついけど、うん、上と下って結構空いてるじゃないですか。そうそうそう、そこら辺はやっぱり埋められるような何かね、うん、それをエアバスが、なんだろう、特許を取ってる。だから間にまた人が座るような、間に人が座るような、なんだろう、今こう普通に、まあ、前から並んでるさ、うん、で多分その並んでるのちょっと開けて間にこう上にまた、あ、ちょっと浮いたような感じ。そうそう、なんだろうな、こうピラミッドみたいな感じかな。ギザギザギ、うん、うんうん、みたいな感じで。あ、階段ち、あ、うん、段違い。
はいはいはい、で座るようなやつがあるみたいなんですよね。そうなんだ、そのこと言ってたんだ。これも逆に狭苦しくなるような、圧迫されて。そうだから今まだあの上下空いてるから、うんうん、まだいいけど、完璧に寝るとか、うん、完璧にもう飛行機に乗ってる間はもう寝るって、なんか映画でやってたよ。ああでもそ映画じゃないな。なんかそれ、ね、だろうな、寝てたらさ、なんかもうあれやん、まあ、ちょっとあの不適切な発言なのかもしれないけど、その昔アフリカ大陸からこうアメリカの方にこう、うんうん、人が運ばれてたような感じの船、あんな感じそっかになっちゃいそうな。タコ部屋みたいな。タコ部屋、ね、まあそうだね。よでも、ね、今ちょっとこの手元の方には出てこないんだけど、他にエアバスが、うん、なんか電車みたいな感じで横に座るあっていうような、それね、うある映画であった。あった未来の飛行機みたいな感じで、そこでは一部ちょっと明確にこう映像が映ってたわけじゃないんですけど、例えばそれが円だったりとか、あ円のまんま周りに座ってるんです。そういう感じ。それでそのままこの、なんていうんですか、そのままあのくなんていうの、難しいね、はい、言葉ね、通気口みたいな感じで全国つながってて、うん、そこも行き過ぎてるはずね。まあその横に並ぶっていうので、あのカエルさんがどこの C1 って、そうあの航空自衛隊の C1 輸送機がちょうど、てか軍隊の C1 輸送機大体そんな感じだね。横に座るんだけど、うん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 、映画とか大体そうじゃん、うんうん、兵隊さんがこう横に並んで座ってて、そうだね、うん、感じだけど、でもそれと間の空間がちょっともったいないよね、うん、まあね、うん、で、浩平さんから、エアバス社は全体がスケルトンで開放感ある旅客機を2050年に作る構想を発表していますねって、実現するしないは別として未来感半端ないですねって、うん、そうだよこれ、だから全体スケルトンになったら怖いよ、うん、見ました、下もってことですよね、多分ね、多分じゃあ下から 見えるってことですね。地上にいる人は、いや、外から見えないから、中乗ってる人が多分あの要は、うん、外の映像が映出される感じだから、あ、うん、じゃあさっき言ってた、うん、何でしたっけ名前、飛行機、ああのイクシオン、イクシオンみたいな感じになる、うん、そう多分それが多分床下とかもっていうような感じ、うんうんうん、でも全てが透けてるわけじゃなかったですよね、うん、なんかちょっとデザインがあっての、うん、まあ、その間が透けてるような感じだったかなと、うん、でもエアバスが言ってるのは多分全体なの、うん、全体スケルトンですね。そうカエルさんが観覧車のスケルトンでも怖いって、そういや絶対怖いと思うよ、うん、てか全て透けてるって、ほら展望台とかで、うん、その床下ガラスとか1個で透けてる部分がある、あれとかめっちゃ怖いやん、あれはちょっと怖いかもしれない、なるかもしれない、うん、半月さんから透明の飛行機プラスチックって、いや怖いよ、透明すぎてもね、うん、なんかそう、空軍千葉さんがスケルトンだと、高所恐怖症で席を変わってほしいと言われたおじさんがいたって、うーん、多分ねだからもう逃げる場所なくなる、うーん、落ち着けないよね、うん、もうそれこそ本当寝てから上を見るしかないですよ。だよね。カエルさん、荷室に怪しい荷物ありますね。あそうで、スケルトンというかその全体がスケルトンだけじゃなくて、なんか飛行機の頃、上に、うん、まあ、ちょっと丸い半円の半球の窓があって、うんうんうん、で全体を見渡せるような感じの席っていうのも、うん、なんか構想にありましたね、うん、空軍地高さんから観覧車のスケルトンが猫空ってどこだろう、一個だけのスケルトンかな多分、どこ、全てじゃなくてなんか、うんうん、なんか聞いたことある、うん、そう、アルファリングさん、機体全体をスケルトンにしたら床下の貨物コンテナもスケルトンになるとか、うん、あでもそれはないんじゃない、やっぱり貨物コンテナは隠すところはね、うん、隠しそうですよね、あ空軍事故さんから台湾にあるということで行ってみたいな、乗れないな、怖いな、でも、うん、意味ないよね、スケルトンの観覧車で怖い、それは怖い、ちょっと、うん、あカエルさん、大阪の店舗さんにもあるって、あるんだ、へえ、1個だけですよね多分全体、うん、ですか、まあね、
全然半越さん個室飛行機どんな個室飛行機どんな感じだろうね。でも一人一人に個室は多分あのエアバスの A380 あの大型機で多分できると思う、うんうん、感じかな。あ、今翔也君からあの来たけどこれかなんか台北の方であのスケルトン床が透明のキャビンのこれロープウェイかな。ロープウェイ観覧車じゃないんですね。これは怖いね確かに。うん、はいですね。ハインツさんから、個室長距離の時助かるってそう個室まではいかないけど、うん、エアバスの A380 のファーストクラスとかはもうそれに近いぐらいかな。うーん結構あのもう遮ってあるので、まあ、ただその代わりあのお値段もそれなり高いけど、うんうん、普通に、3桁万円ぐらいするかなっていう感じだから。へファーストクラスとかのねやばという感じかな今。これもね、なんかやっぱりもうちょっとね、まとめてなんかいろいろとね、やってますね。あ、空軍調査、猫空はロープウェイだったね、ということで。うん、ということみたいですね。浩平さん、ANA のファーストクラスもほぼ個室な感じですね、って。フルフラットにもなるし、空飛ぶ漫画喫茶感半端ないです。ファーストクラスか。乗ったことないので。うん。うん、結構高そうだしね。はい、ちょっとですね、時間が、なくなる前に1個ちょっとお知らせですね。いつ頃だ今月の、6月の26日にですね、沖縄こどもの国でちょっと待ってよちょっとすぐ出すからすぐ出すから、以前ちょっと、紹介した、紙飛行機大会全日本、うん紙飛行機選手権大会沖縄予選というのが6月の26日に、沖縄こどもの国で、うん開催されます。で、ぜひ参加してみたい方はこちらですね、参加費が790円紙飛行機代と、保険料込みということみたいなんですけど安い、うん、790円一応これ僕も一応参加しますので、うん、6月26日日曜日、9時から12時まで雨天延期ということで、まあ予選なので、なんだろう。まあ、これで、成績優秀であれば全国大会に行きますよということですね。うん。で、カエルさんから保険いるのかということなんだけど、そう、何の保険なんだろうね、これ。あ、まあ、ただ、その競技参加しての、まあ、事故とか、多分そういったことだとは思うんだけど。紙飛行機飛ばして、怪我する？あ、いえいえ。ってこと？まあ、でも、結構人がたくさんいると、それで事故とかことかなと。ハヤツさんから参加したいということで、うん、ぜひぜひ参加してください。みそにこみすきさん、個室張りの写真で見たけど、あれなら熟睡できそうで。そうだね、お値段がね。多分その お値段聞いて、まあ、それだけでなんだろう。なんだろう熟睡じゃない失神してしまいそうだけど3桁万円かな。カエルさんファーストクラスに乗れる身分になりたい。そうですね、なかなかねファーストクラスといえばなんだろうどっか の都知事さんもなんかその辺でいろいろと今ガチャガチャ問題になってるみたいだけどファーストクラスだビジネスだみたいな。うん、うん、まあ知事ぐらいだったらビジネスでもいいんじゃないかなと思うんだけどね。ビジネスクラスぐらいで、うん自分のお金だったらいいんでしょあ、まあね、自分のお金でねちゃんとその、うん、給料で乗るんだったらそれはファーストクラスだろうかビジネスだろうか全然いいけど税金で乗るんだったらね、うんうん、何のまあせいぜいビジネスクラスかなっていう、うん、やっぱ長距離移動だったらねエコノミーは疲れるし。あれはちょっと待ってくださいよ。うん、あ、いやいや、なんでもないです。はい、あ、ハイエツさんから一回贅沢したい。ファーストクラスはね、あれ贅沢できるような金額、一回贅沢したいって思うような金額でもないような気がするんだけど。みそにこみすぎさんから、先ほどの紙飛行機大会の保険は参加者が転んだりして怪我したりするかもしれないからですねということで。そうですね。やっぱり多分そういった面での、保険込みで790円。これね、
基本飛行機自体はもう、決まってるから、まあ、自分でもなんか作れるみたいなんだけど、だからあとはもうどのように飛ばすかっていうことになるかなとは思いますね、うん、はい、そんなこんなで、今週は非常になんかグダグダな、展開だったんですけど、ね、まあいつものことじゃん。いつものことっていうか、多分ね、冒頭のね、 あれが最初最初が、うん、はい、ではそうですね、また来週のテーマ何にしようかなという。カイルさん、マイル貯めやすかった昔に、鶴が乗ってた。あ、まあ、そうだね、そういうマイルとかでも結構乗れたりとかね、あったり、今はなかなか厳しいかなっていうのがあるとは思うんですけど、はい、ちょっと今日まとまりが全然なくなっちゃったんですけど、また、来週ですね、うん、またテーマを考えて、はい、お送りしたいかなと思います。なんかちょっとディレクターからいろいろとなんかツッコミが入ってきてるんだけど、暇人だな暇人かご立腹みたいですはい、今夜も FM ギノワ飛行機アイランドを、お聞きいただきありがとうございました。この後22時からは DJ マシャワールドです。引き続き FM ギノワをお聞きください。この番組は空撮をもっと身近に、ノカリウシエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りしました。はい、それではまた来週よろしくお願いします。あ、私お疲れ様です。お疲れ様でした。さよなら来週今の沈黙があったね逆だぐだだ今日なんかこれ、すいません皆さん、なんかスタジオ